こんにちは、星野瑞希です。今回は以前一番最初に投稿した自己紹介でも言ってたんですけど、釣りについて皆さんに紹介していきたいと思います。ちょっと今回は釣りアイドルシリーズ第1弾ということで、釣りアイドルを目指す動画にできたらいいなと思ってますので、最後までご視聴よろしくお願いします。ではスタート。水黄色。はい、私が釣りにハマったのは小学校4年生の頃で、私は静岡に少しだけ住んでたことがあったので、その静岡から釣りの趣味が始まりになりました。その静岡で釣ってたのが4年生くらいの頃で、そのお父さんの影響もあるんですけど、お父さんと放課後によく堤防に釣り行ってて、そこで初めて釣れたのがフグだったんですけど、その感動がすごく嬉しくて、その反動で今もずっと続けてます。その後、埼玉に戻ってきたんですけど、埼玉って海がないので、その後は川釣りから始めました。川はフライとかやってます。フライとルアーもやってて、川魚すっごい釣れたてのが美味しくて、それでもう食べたくてなんかその釣りにハマったのが、そのフライの楽しさを知ってからまたさらにハマりましたね。このフライを作ったり、ルアーでそのかかった瞬間とかもなんか癖になるので、それ以降ずっと毎週のように釣りに行ってました。はい、で川で釣りしてた後にすぐ海に行ったんですけど、海もこれまたすごく楽しいんですよ。この海の楽しさは、川と違って、とにかくいろんな種類の魚がいっぱい釣れることですかね。なんかいろんな種類の魚、アジとかイシモチとかヒラメとか、もう海しかないような魚、川と海って全然食べ応えとかも味も違うんですけど、海の魚はより川魚よりなんか旨味が増してて、私は今すごく海にハマってます。この魚を始めたら魚を大事に食べようっていう気持ちも以前よりすごく深まりました。この、どちらとも楽しいんですけど、川は、フライフィッシングって言って、こうやってとにかく腕を休めることなく動かすんですね、フライフィッシングって。なのでこの時いつかかるかわからない状況の中でこうやって振ってるのがすごく楽しいですね。あと自分の作った毛針でかかった時の達成感がすっごく嬉しかったです。あとはそうですね、よくニジマスを釣ってたんですけど、よく釣れる時は50本くらい釣れてました。でそれを、すぐ持って帰ってきて焼き魚にして食べるんですけど、それまたすっごく美味しくて、なんかまた行きたいなって思いますね。で海も、その日に釣れた魚をそのままお刺身にしたり、天ぷらとかフライにして食べるんですけど、やっぱりそれを食べちゃうとなかなか市販のものが食べれなくなっちゃいます。それくらい美味しくてハマっちゃいます。釣りって行くだけじゃなくて帰ってきた後も楽しみが待ってるので、そこも魅力の一つかなって思いました。